ラジビウは、ポーランド・リトアニア共和国及び、プロイセンの貴族、音楽家、政治家、公やけ。1813年により、ニアスビシュとオルイカのオルディナとドイツでは、アントン・ラジビウと呼ばれた。1815年から1831年まで、ポーランド分割によりプロイセン領となった、自治地域、ポズナン大公国の総督を務めた。ラジビウは1775年、 ビリニュース県知事ミハウ・ヒエロニム・ラジビュー公の息子として、ビリニュースで生まれ、1796年、プロイセン王フリードリヒ2世の弟フェルディナント、王子の娘、ルイーゼと結婚した。プロイセン王家は、ルイーゼ王女と結婚させる見返りに、分割の結果プロイセン領となった地域の、ポーランド人と、プロイセン当局との調停者の役割を、ラジビューに務めさせた。 1806年、ナポレオン・ボナパルトによるポーランド遠征が始まると、ラジビウはフランス軍に対するポーランド人の放棄を呼びかける一方、ユゼフ・ポニャトフス機構にフランスとの同盟関係を捨てさせて、プロイセンとロシアの側につくよう説得したが、どちらの活動も失敗に終わった。1815年、彼はポズナン大公国の総督に任じられ、ポズナンに派遣された。 1830年に11月放棄が発生すると、ラジビウは総督としての権力をすべて剥奪され、大公国は自治権を大幅に奪われた。更迭されたラジビウは、ベルリンの指定ラジビル宮殿に移り、1833年にそこで死んだ。ラジビウはポズナン大聖堂に埋葬された。ラジビウがルイゼ王女との間に儲けた8人の子供たちは、 ドイツ人として育てられ、ポズナンに戻ることはなかった。しかし、彼とその家族は、ワルシャワ近郊のニエボルフに上官付き荘園を持っていたほか、現在のベラルーシにあたる地域に莫大な所領を有しており、三国家に分割された旧ポーランド領の各地を頻繁に訪れていた。ラジビューの前で演奏をするフレデリック・ショパン、政治家としては不遇であったものの、 ラジビウは著名な芸術のパトロンという面も持っていた。彼がベルリン、ポズナンそしてオストルフ・ビエル・コポルスキのアントニンに所有していた宮殿ではその当時の一流の音楽家が大規模なコンサートを開いていた。ニコロ・パガニーニ、ゲーテ、フレデリック・ショパン、ベートーベンらを客として迎え、ラジビウは自邸のコンサートでチェロやオペラ・コンチェルトを演奏した。ショパンは 助奏と華麗なるポロネーズオーパス3とピアノ30奏曲オーパス8をラジビューに捧げ1828年10月2日にポズナンのラジビュー宮殿でコンサートを行ったベートーベンも助曲オーパス115をラジビューに捧げたフェリックス・メンベルスゾーンはピアノ40奏曲第1番オーパス1を捧げているゲーテは 戯曲、ファウストでラジビューの作曲した作品を戯曲に反映させた。ラジビューはポーランド語演劇のスポンサーでもあった。彼は1793年9月6日に白足勲章を、1815年12月1日に黒足勲章を授与されている。娘のエリザは、プロイセン王子ビルヘルムと恋仲になったが、プロイセン宮廷の猛反対で結婚は、 実現しなかった。長男のビルヘルムや三男のボグスワフは、プロイセンに軍人として仕えた。ありがとうございます。